こちらはお寿司屋さん。場所は下京区の五条新町。地下鉄五条駅から徒歩10分。外観はたくさん木が生えているのが特徴。見た目はお寿司屋さんとは分かりにくい隠れ家のようなお店です。今回はこちらの寿司懐石光月さんでお寿司ランチをいただきます。お寿司屋さんらしい魚の漢字の書いてある湯飲み。メニューを注文するとお寿司が一ネタ一ネタ出てきます。それでは早速いただいていきましょう。 A 定食1100円。そのネタの内容はまずうなぎ。お寿司のネタはどんどん増えていくスタイル。うなぎやトロやハモなど高級ネタがたくさん。この内容で1100円はかなりお得。お寿司屋さんの雰囲気を味わおうと手でいただいてます。どのネタもしっかりしていて弾力のある身がたまりません。巻物はカッパ巻き大好きです。汁物にあら汁もついています。一旦優しい味のお出汁をいただきます。こちらの光月さんではめったに食べられないハモのお寿司も出てきます。少し小骨があってシャリシャリな食感がたまりません。梅のスパイスも効いている。1100円の定食で中トロが食べられるのが驚きです。私中トロが大好きです。100円の回転寿司もそうですが、1100円でお寿司が食べられるのは本当にありがたいと思います。本来お寿司は高級なもの。お店の方や大将に感謝したいです。寿司エクゼノイズザウィスリアジャパニーズ。最後に光月さんの大将にも出演していただきました。光月さんの大将です。はい、こんな感じで。ごちそうさまでした。美味しかったです。お寿司の A 定食は中トロもついていたのでかなりお得だと思います。本日のお寿司神妙でした。